ある意味あのなんとか連合の人たちに、感謝したいところでありますが、それとその次が、今日も、ここ来る途中行列がいっぱいできてたんですけども、なんかテレビ局の実験で同じもの出してるのに行列を桜で作った店の方が、味が美味しいと人間は感じるそうです。同じものを食べてもそう感じる。だから、何を買うにもあの行列作るっていうのは良くないなというそういう歌です。2曲続けて参りたいと思います。We'll be right back.
昔からの、ダメだったら中国に、共産主義時代の中国に行けば、生活しやすいかなと思って、そういうあわよくば的な期待をしてたんですけども、なんと中国も今じゃすっかり資本主義社会に飲み込まれちゃって、全然ダメダメになっちゃって、そうすると、人間もなんかすさんで嫌だなっていう感じです。では続きまして、普通に暮らすのはいいなっていう歌です。ごく普通に
この曲はですね、実は CD がありまして、全国の、タワーレコード HMV で絶賛廃盤中ですので手に入りません。というわけで最後の曲です。無言の帰宅。
疲れ様でした。お疲れ様でした。すいませんでした、なんか調整してもらって。Hey.